どうもゴピーです。というわけで今回はキャプテンマーベルを使っていきたいと思います。というわけでこのキャラもうすでにね使ったんですけど、動画ではね。ただちょっとその動画ね、ちょっと自分自身で見返してみてね、あんましね、なんか納得がいってないんですよ。というのもね、やっぱ火力が思ったより出てなかった。まあもちろんそれはね、僕の編成にやっぱ問題があったわけなんですよね。だから今回はまあその反省を踏まえてね、まあ、もっと火力の出る編成ちょっと自分なりに考えてきたんでね、まあそれでやっていきたいと思います。でまあ行く男女はもちろん未知の新星です。ちょっと前回はね、まあ普通にまあ種族のカンストはね、まあできたんですけど、まあちょっとやっぱ今回ね、副属性のカンストも狙いたいわけですよ。でまあちょっとね、前回使ってた編成いろいろとね、頭おかしかったんですよ。まあリラフレね、キャプテンマーベルにして、なおかつ76で使うみたいなね、まあロマンのある編成にねしたかったっていう感じだったんですけど、まあパーティーにクロロを入れるとかいう、もうなんかね、バカが考えそうな編成になっちゃったせいでね、なんかいろいろとね、こう無駄ができてしまったんでね、ちょっと今回そんな無駄を省いて、なおかつね、火力の出せるような編成にしてきましたんでね、これでいきましょう。さあ、というわけでまずリーダーセシリアが 10C のお邪魔潜在のネレブキですね。ネレブキは闇ドロップを5個あるんで、まあこれでね、マーベルの変換元のね、闇ドロップも全部強化ドロップにできるんでね、結構いいと思います。で、ネレブキあと属性吸収打てます。で、ルーク・スカイウォーカーが超過性光タコの遅延2つ、指延長2つの、ミアダ武器ですね。今回ルークにリダチェンします。で、スカマリが遅延2つ、悪魔キラー2つの 10C、そして10連です。で、もう1体が上限解放、10C の半数武器です。で、マーベルが遅延6、悪魔キラーの、アシュリ武器ですね。で、相方が独占剤遅延2つのエレメ武器です。いきましょう。まあ、前回ね、僕が使った編成に比べると、光タコが6個多くて、で、なおかつね、闇ドロケを5個増えたんで、まあ、さすがに、このパーティーやってくれるでしょう。ね。いきます。じゃあ、ここも目覚めかけて、で、ヘイストかけます。やっぱ、たこ焼き増えるとね、落ち込んで火力がかなり上乗せされるんで、まあ今回のパーティーはさすがにやれんじゃないの。もうなんかしょっぱなからエスカマリの目覚めが仕事しすぎな、ちょっと前回ね、エスカマリじゃあんましちょっと仕事してくれなかったんで、ちょっと今回頑張ってもらいますよ、この人には。でたらちょっとね、このパーティーね、回復倍率が若干低いのと、あとね、こんな感じでね、指がね、もしかしたらね、俺のパズル力じゃどうにもならないかもしれないんで、ちょっとそこだけ注意します。で2回です。もうここは普通に行きます。あ、ネレブキあと6ターンか。ごめん、ネレブキさ、俺全然スキル上げしてなかったから。やべえ。あと6ターンもあんのね。ちょっとこれ待たんといけんな。いや、待たんとか いけんと言いつつ、全体攻撃組んじゃった。いやー、まあそうなるよな。あ、しかもこれそもそも、うん、死んだわ。うん。OK、ちょっとね、もうここ自力追い打ち組んだんで、まあ多分これ倒すでしょ。うん。さあこれで次の回リダチェンとあと吸収打ちます。あーでも待てよ、いやごめんちょっと待って、リダチェンちょっと一旦待とう。あのさ、このさ、ミアーダの武器ってあれだよね、操作短縮とか返せるんだよね、回復現象とか。あー、じゃあもう今ここじゃなくていいか。まあいいや、とりあえず一旦これ打って、ごめん、スキル使う順番完全に間違えたわ。はい、気を取り直して、ここね、行きます。で、ただ、ここまだ固定追い打ち、このパーティー使えないんで、ちょっと待ってね、ここは自力追い打ち。うん、まあ、多分これ倒せると思う。うん、ごめん。倒せるは嘘だけど、まあ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 。とりあえず、吸収のやつ倒せたんでいいです。OK、じゃあそしたらここで倒します。さあ、これでようやくリダチェンができますよ。で、まあ、ご覧のような火力ですね。もうすでにね、やっぱ、結構高いですよね、これは。まあ、さすがに前回のパーティーよりはやれるでしょう。もう前回のパーティー、クロロ入れてたからね。バカです、普通に。OK。そう、これでね、回復現象とか返せるんで、まあ、これは返してやった方がいいよね、さすがに。
で、まあ一応ルーク・スカイウォーカーって光サンセットで固定オイチが発動するんですよ。まあなんでね、まあ今回76で使ってるんで、まあさすがにそれはね、普通に満たせると思いますんで。で、5回です。で、ここ盤面戻されます。ね、ここどうしよう。まあ普通に待つんだけど、まあ一応光にセットで軽減貼れるから、ね。これで一旦耐久して、さあちょっとこのパーティー回復力不安よ、回復力。大丈夫かな？多分回復ね、2セットぐらい組まないと、まあ満タンいかないよね、おそらく。OK。まあ多分これはいけるかな？うん。あ、でも、まだ残ってるのか。まだもう一旦残るから、ちょっともう一旦耐久しよう。さあ盾張られはしたけど、多分ね光3セット入れれば倒せると思います。こいつさ根性ついてるけどさ、これ死ぬ時に喋るからこれ意味ないよね。普通になんでついてんやろ。ちょっとねやっぱこの辺なんかダンジョンの作りがなんか雑じゃね。ごめんなさい、すごいどうでもいい話しちゃいました。でここは倒します。でここで76帰ってくるんで、まあ、ここからね、頑張っていきます。いや、ちょっとごめん。もう今ね、寝起きだからさ、普通に。普通にテンション低いと思う。さあ、ちょっとね、ここエスカマリ使いたいんだけど、次目覚め来るでしょ。だからちょっとここはまだね、使いたくない。使いたくないんですよ。ちょっと光の数が、寂しいんで、どうしよう。もうこれセシリアとか使おうかな。まあいいや、一旦待つか。いや、一旦待つと言ったな。あれは嘘だ。もしかしたらここで倒せんじゃね？これいけるっしょ。ああ、いけたわ。ああ、いけました。前回の編成よりも明らか楽にね、今カンストしてましたよね、マーベルが。うん、いけました。はい。で、ここで目覚めが来るんで、やっぱね、使うんだったらここですよ。うん、ここで、これいきます。さあ、こっからがね、ショータイムですよ、ショータイム。ああ、そういえばさ、ショータイムで思い出したけど、なんか、大谷翔平が、あれやったよね、なんか、二桁勝利と、2桁ホームランだっけ。なんか本人曰くね、なんかすごい謙遜してらっしゃってね、なんかそもそもやってる人が少ないから、なんだろう、そのなんか単純な比較はできないみたいな、なんかそんなこと言ってたけど、もうそもそもね、二刀流できる人がそもそもいないだろっていう風にね、やっぱ突っ込みたくなりますけど、うん、なんかイントネーションがおかしいですね。いやでもすごいよね本当に。なんかやっぱ最初ら辺は怪我がどうこうで、なかなかやっぱり両立は難しいみたいなことね、散々言われてたけど、もうついにね形になりましたよね。やっぱでも素晴らしいと思います。でここも、おお、左のやつ光半減張ってたけど、もう普通にワンパンするじゃんね。普通にワンパンするじゃん。で封印は効きません。ここももう良くないっすか。まあ、一旦待つ。一旦待つってなんだ。こう適当にコンボしといて、まあ、確実にね、相手2ターンなんで、ここで盤面光が多くなったところで攻めに行くと。よし。ちょっと待ってね、指がね、マーベル使ってもそんな長くないんだ、このパーティー。ちょっと光させておくみたい。OK。さあ、これどう？これ。まあ、いや、もうこいつはやっぱさ、いけないんですよ。こいつは相変わらずいけねえ。めんどくさいよ。で、ここは色ある？色あ、ありそうだよね。あるよね。あるから、まあ、ここは普通に、
ルークは2セットでも確か火力出るよね。固定追い打ちが発動しないだけで火力は出るよね、確か出るはずなんで、まあ、こんな感じで十字組んであげて、あー降ってきたわ。うん、ここは倒します。で10回、でここがお前らね。昨日こいつらにねめっちゃ苦戦したんですよ。さあただ今回どうだ。ただゲッションもう全員食らうじゃん。もうマジでさ、なんてことしてくれんのお前ら。いやーここさ、リラフレはともかくちょっとサブの減少はやっぱ待つべきだよね。普通に解除するの、あーなんか結構削ってんじゃん。意外と削るね。うん、まあだったらいいわ。まあとりあえずここはもうちょっとサブのメンバー帰ってくるの待ちます。よし、まあここで行くか。うん、ここでエスカマリ、え待ってよ、次の回、あー次の回先生あるか。まあでもあれか、この辺のセシリアとか使えばいいか。そうだね。うん、じゃあここエスカマリ使って、まあこれも使う。どっち先使う、セシリア先か。うん、セシリア先打ちので回復をちゃんと拾ってここは倒します。うーん、まあ多分こんだけ組んだらいけるよ。これはさすがに倒せる。うん、これはいける。いやーでもやっぱいい火力出すね。うん、はい11回です。でまあ覚醒無効だな。さあここのね覚醒無効をどうするか。まあでもここは普通にもう一旦待ってとかでいいよね。もう普通に柵も作られて、でこれね、まあこれでね場面荒らされはするけど、これもうほとんど変換できるね。もう木とか池が全部変換できるんで、これではい、もう場面カオスです。うーんこれむず、どう組みゃいいんだこれ。なるほど。うん、こうお告げしのこうげしです。はい、これがこうげしですね。うん、まあまあここはねさすがにね落ち込んがねこんな感じで来るんで、まあ、これはもうこれですよ。はい、うん、これで倒せますね。 OK、 よしはい、で12回です。でここはねルーレット来るんで、もう初手ルーク使います。はい、これ使って、で、こうですね。いやーでも、いいね。安定感あるね、このパーティー。やっぱこのダンジョンって火力が出るとね、安定しますから。脳筋パーティーが強いんですよね、このダンジョンはね。うわーなんか枝豆来ちゃった、これはやばいぞ。うわーマーベル複雑11億。はい皆さん、これが11億です。 OK、 じゃあここ倒します。さあいいよ、いい感じですよ。まあでもやっぱコンスタントにねカンストをしてますから、やっぱさすがじゃないですかね。これですよやっぱり、俺はやっぱね、昨日やりたかった俺は。で、あのね、もうお前はバカか。おい、なんじゃこりゃ。もうこれはセシリア使うしかない。それはね、やりすぎだよさすがに。まあ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 いいわ、とりあえずここは一旦削ります。はい、現象がマーベル来た。ね、もう一体はエスカマリね。なかなかいやらしいとこやってきたな、お前。ちょっと待ってよ。ここは、まあ、ここはもう、まあ、倒すけど、まあ、倒すか。はい。さ
さあ、ただちょっとエスカマリの目覚めが終わってしまったんで、ちょっとどっかで使いたいですね、これは。で、14回。ラードラか。ラードラが来ると。なるほど。まあ、ここはね、もう、これ、まあ、一旦ここはマベルズ。削るか。ちょっとこいつはまあ、光半径張ってるんでね、さすがに。まあ、ワンパンできないでしょ。ただここはしっかり、まず十字をね、確実に組んでいくと。はい。あー、ごめん、十字2個組まんと、全解除できないのか。ただなんか、ラードラさん、いい感じに残ってくれたね。うわー、これでも、あー、難しい。これ、エスカマリ、今、光3セットだったよね。光3セットでこの削りでしょ？これいけんじゃねえの？これ場面終わる？あ、なんか場面終わってるな。やべえな、これ。ちょっと待って。いや、まあ、いや、まあ、もういい、もういい。もうちょっとダメだ。いや、むしろこっちの方が俺にとっては組みやすい。まあ、目覚めもあるし、ここは、ちょっと待ってよ。ちょっと盤面の色把握。そこが見せ、これが唯一の火ね。オッケー。わかった。ああ、オッケー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 。わかったわかったわかった。はい。うん、行きます。これが火よね。これが火で、これも火と。はい。で、あとは全部光。はい。これどうすか、これ。ああ、もうやばいね。うん、やばい、やばい。ああ、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 マーベル副属性にしようか。ああ、ああ、あらららららららあらー。それやっちゃあかんよ。うん。そんな落ち込み振らせちゃったらね、もうそりゃダメですわ。ここどうしよう。もうこいつもさ、その気になればワンパンできんだけどね、このパーティー。もう、これ、初手から削ります。まあ、落ち込み降ってこないけど、いいです。ほーら、ほら、ほら、ほら。ほーら、ワンパン。ほーら、ワンパン。ね。言ったでしょ？できるんですよ、このパーティーなら。ちょっとね、もうこれせっかくならエスカマリにも無効感つけたかったけどね、もうこれはしょうがないわ。もうちょっとこっからはもうマーベルに頑張ってもらいます。なんかこれ半分いきそうじゃないですか。ちょっとここじゃあもうこれ使いますわ。まあ、ここはちゃんと光3セットで落ち込むもね、こんな感じで来たんで、多分これハブいくわ。オッケー。はい、消せないは、エスカマリ使います。よし、じゃあここで倒しますか。はい、じゃあ最後、うわ、これターゲットやるとあれか。ルーレットの色触れねえのか。まあいいわ。じゃあここでこれ使って、まあエスカマリ使ってもいいけど、エスカマリ使うとねキー回復ドロキョないから、なんか正直あんま意味なさそうなんだよ。もうこのままいっちゃいます。あ、なんか思ったより操作時間がありませんでした。はい、まあでも多分いけるっしょこれは。はい、というわけでね、こんな感じでしたわ。まあもうこれはいいんじゃないですか。ちょっとね、できれば副属性カンストも見たかったんだけどね、まあ副属性20億までは見れたんでね、
もう本当に超重力完全無視でね、もう軽くぶっ放せたんだよね。もうこれは間違いなく強いですよ。まあもともとさ、別にね、そんな副属性までバンバン乾燥するようなキャラじゃなかったのに、それがね、するように、しかも百式でよ、超重力化でっていうことなんでね、うん、もういいです。まあ、ただもうこれは前回の動画でも言ったけど、もう別にね、こんな編成使う必要はありません。皆さんね、もう素直にね、普通にもう相方羽川にしてね、キャプテン翼でね、使っていただければもうそれでいいんです。以上。